はい、マノチェです。よろしくお願いします。マリオやっていこう。ワールド4の続きからだ。今日でワールド4をクリアしたいですね。できるかな、ちょっとわかんないですけど、たまにはキノピオでも使ってみましょうか。かわいいかわいいな、似合うな、キノピオいいな。かわいいかわいいかわいい。これちょっと練習しとこう。おお、なるほどなるほど。多分これをたくさん使うんだろうな、このステージは。オッケー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 。もういきなり可愛さがなくなったわ。あ、猫のアレンジャー、猫のアレンジャー。青い。キノピオ可愛い。なるほど。よし、取れた、よかった。あんま見た目変わんないね、このファイヤーキノコは。まあ時間取っておきますか。まあ時間に困ったことはねさほどないんだけども、取れるもんは取っておきます。なんだこいつ。とりあえずあっこは、キノコじゃなくて、あ、バネだ。なるほど、これでいけってことか。面白い面白い。よし、中間来ましたよ。これあー、なんかある、上行きたい。やっぱりな、あったなあったなあったな。よいしょい、死ぬ、危ない。ファイヤーになってこう。ここまで来たら3つとも取りたいな。いや、これはファイヤーはいらねえわ。ファイヤーと登れない。ここだな、多分ここに。これもう猫にしとけば言ったわ。絶対猫にしとけば言ったやつだったな。大変。取りたいよね、こんなビジでも取りたいよね。よし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 、ゲイ。惜しかったですね、もうちょいだってね。パーフェクト。キノピオかわいいな、気に入ったな。よし、ルイジ使おうかな。さあ、ボーナスステージだろう、次がここ。敵を倒すってやつかな、多分。だよね、これ。そうだよね。まあファイヤーあればだいぶ違う。10個ももらえんの。駆け抜けろ、ミステリーハウス。駆け抜けろ、説明してくんない。いやー、これルイジ使えばよかったな。ルイジの方が足早いじゃん。
オッケー。いや、これは簡単簡単簡単。こっちか。よし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 。いや、いけ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 。よし、オッケー。猫になっとくか。おい、これ何？いはい。いやー、いいね。気分がいいね。完璧じゃない？まあ多少敵に当たるのもしょうがないんだよね。よし、あと一個。俺が普通にうまいことにびっくりしてるだろう。オッケー、素晴らしい。これで10個はお得じゃないですか。まあ多少ね、時間はかかってはしまいましたが、素晴らしいです。これは気持ちが良かったでございます。あとステージ1個クリアしての、ここはなんだ、入ってみるか。やっとこう。隠れファイアブロス、なんか隠れてんのかい。これでオッケー。よし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 。やっぱりあれだな、奥行きをの感覚をミスってダメージを食らうってことが多いね。これもうしょうがないのかな。慣れるのかな。これ何本目だっけ、動画8本目とかだよね。慣れるんだったらもう慣れてていい頃だと思うんだよね。それでもダメージを食らっちゃうっていうのは、多分この先ずっと付きまとう問題ないような気もするわ。俺はこのスタンプのために来たの？あ、っていうかスタンプのためっていうか、あれか、普通に緑スターも手に入ってるのか。あとステージ1個クリアで OK かな。多分 OK っぽいよね。クリアしましょう。ルイージ使おうかな。ルイージタイム。ジャンプ力あんのがルイージだっけ、スピードがあんのがルイージだっけ、ちょっと区別がつかない。ピーチとどっちがどっちか分かんない。ジャンプ力がルイージか分かんねえな。なんか分かんねえわ。分からん、本当に全然区別がついてない。これはしんどいぞ。うわ、緑スターがそこにあんのか。ちょっとこれ緑スター後回しにするわ。土管はもう後回しでいきます。大変なステージだなこれは。何か欲しかったけどな、アイテムな。なるほど。よし。
とりあえず中間ね。オッケー。いやークリボーすら怖い。はい、さよなら。なんもないね。一応挑戦するかい、この赤いの。よっしゃい。緑スターありそうじゃない？二つ目か。あ、一個目はあれか。俺見てるもんね。さっきね、死んだけどね。どうせだったら3つ目も見つけて取りたいかな。3つ目発見。うーわー、ちょっとこれキャラ変えたいかな。ルイジのね、なんかこうジャンプ力がね、微妙に厄介。緑スター取ったぞ。こっからだな、こっからだ。よいしょ、オッケー。アングルを変えさせてよ、アングル変えさせてよ。知らねえ。オッケー、クリアできればオッケー。まあ緑スターもう一個の場所はね、もう判明してるから、ルイージーは使いにくい。本当になんか使いにくさを感じたな。キノピオが特徴ないんだよね。特徴ないって言い方が悪いか、なんかマリオと同じような感覚っていうのかな。よし、残り1個クリアしましょう。何個必要なの？50個全然余裕で間に合うわ。キャラ変えること忘れずにね。マリオでいきましょう。マリオ、普通のクッパ城っぽい雰囲気ですね。これは大変そうだ。間に合わねって。なんかもうちょい、なんかテンポをよくやるやり方ありそうな感じするけどね。まあとりあえず何にしてもクリア目指しましょう。これは緑スターか。はい、ここは簡単でしたね。2個目か。1個目はどこにあったんだろうな。基本的に敵を無視していきたいんだけど、うわうわ、猫がいる。猫が欲しい。あ、取れる、ラッキー。よしよしよし、ボス？あ、もうボス？早いね。え、今のなんか最後の橋のところにあったのかな？ってことは
やばい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 、こいつはちょっと強いかもしれないぞ。倒したいですね。あ、いけるいける、大丈夫大丈夫。さあもう一匹埋め出せ埋め出せ、あの岩を。よーし、オッケー。やっぱボス戦だけはね、うまいもんな俺な。またなんかあれかな、3の終わりみたいにさ、えらい強いボスとか待ち受けてんのかな。それはしんどいね。とりあえずこの動画撮り終わったら緑スター集めしとこうかな。必要なのかどうかは分かんないけども、撮っておきましょう。緑スター集めもな、なかなか大変だな。きっと3、4は本当にステージが難しくなってた気がするわ。やりました。まあ何にしてもね、ワールド4クリアということで。ワールド5はどんな感じかな。なんか普通の緑の草原のステージがいいな。それがなんかやっぱシンプルで楽しい。洞窟とかなんかね、気持ちが暗くなるからあんま好きじゃないんだよね。なんだ、幻想的なステージって感じか。うん、幻想的なステージって感じだね。はい、ということで、今回ここで終わりましょう。明日からワールド5頑張っていきます。終わり、バイバイ。